皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。スノーマンメンバーがパーソナリティを務めるラジオ、藤谷プレゼンツスノーマンの元のまんま文化放送。3月21日放送会には、岩本照と深沢達也が登場し、ドラマ撮影の差し入れ事情について語った。深沢達也、ラジオでよだれを垂らしたわけ。 岩本テル深沢達也が互いの撮影現場に差し入れたもの。SnowMan、深沢達也、ラジオでよだれを垂らし岩本テルがバッチー。とツッコミ。今月9日に最終回を迎えた連続ドラマ、恋する敬語24時、テレビ朝日系で主演を務めていた岩本。深沢から、撮影の雰囲気どうでしたと聞かれると、楽しかったよ、と即答した。 同ドラマは、岩本演じる武骨でストイックなボディガードの北澤辰之助が、白石舞ふんする真面目で負けず嫌いな弁護士、岸村里奈津の24時間警護を請け負うことから始まるアクションラブコメディー。辰之助の後輩、原湊をなにわ男子、藤原丈一郎、裏の顔を持つ起業家、漆原東郷俳優、溝端淳平が演じていた。 そこで、改めて深沢が、竹とは仲良くなったんですかと聞くと、岩本は、竹と仲良くなったし、淳平兄やんと結構距離も縮まった、と返答。深沢が溝端について、お兄さん気質、とイメージと語ると、岩本は、そう。と同調し、現場の雰囲気もそうだし、プライベートでもご飯に行かせてもらってたりしてて。可愛がってもらってますよ。 ドラマをきっかけにプライベートでも親交を深めているとかすると深澤は「すごい良い現場の雰囲気がテレビを通して伝わってますよ」と言ったもののどうやら口からよだれが垂れたようですかさず岩本が「うわバばっちり」「何なの俺の現場の雰囲気を想像してよだれ出たの?」とツッコミ「そうそううわ楽しそうだな」って想像したら「 と返答する深沢に、どう,いう状況はっハっは、笑と笑い声を上げ、楽しそうにトークしていたのだった。スノーマン岩本照深沢達也、互いのドラマ撮影現場に差し入れたものとはその後、リスナーから、藤原くんがラジオで、岩本くんがカフェカーを差し入れしてくれた、とおっしゃっていました。現場でのエピソードがありましたら、ぜひお聞かせください。 と質問が寄せられると、岩本は、キャストの皆さんもそうだし、スタッフさんも俺らが休憩している間もずっと撮影したりとか、次の撮影の準備とかして大変そうだったから、とカフェカーを手配した理由を説明。また、撮影時はまだ寒かったため、体が温まるものをいろいろ準備した、と明かし、深澤も岩本さんは、キャストのみんなとかスタッフの皆さんに、 こまめに差し入れとかしているイメージ、と話した。そんな深澤は、現在放送中のドラマ、春になったらフジテレビ系、に出演しており、岩本いわく、撮影序盤に、恋する警護24時、の現場へ、入浴剤を差し入れしてくれた、とのこと。すると深澤も、岩本さんも、俺の撮影の時に例のドリンクを差し入れしてくれまして、と報告。そういうのもいいよね。 メンバー同士の差し入れ、別に決まりとかそういうことではないんだけど、と、気遣いが嬉しいと語っていたのだった。この放送に、ネット上からは、淳平兄やんと仲良くなれてよかったね。演者さん側だけじゃなくてスタッフさんのことも考えた結果カフェカーを選んだのね。ドラマ現場に差し入れし合う岩深さん最高だな、との反響が集まっていた。どこだと思いますか次は CU でした。